ジャーマンポテトジャーマンポテトとは、ジャガイモを使用な食材として作られる料理の一つである。英語名は、ジャーマンフライズもしくは、ジャーマンフライドポテトスである。19世紀にはすでにこの名称で英米の料理本に記載されている。ドイツ料理と思われていることも多いが、ドイツには、いわゆる、ジャーマンポテトはない。ドイツで類似した料理には、ベーコンジャガイモという意味のシュペックカルトフェルン。 ブラートカルトフェルンガールジャーマンポテトは日本ではしばしば居酒屋などのメニューの一つになっている。また、ドイツではボリュームがあってお腹も膨れるので夕食の献立となったり学校給食にも供されている。いかにジャーマンポテトの作り方の例を示す。なお、材料の分量などは適宜増減されることをあらかじめ断っておく。材料の例調理手順の例まず、 じゃがいもの皮をむき、一口大に切って、それを柔らかくなるまで茹でる。茹で上がったら、じゃがいもは冷ましておく。次に、玉ねぎの皮をむき、薄切りにする。その後、ベーコンを大体1センチメートル幅程度に切る。フライパンに調理用油をひいて熱し、まず玉ねぎとベーコンと一緒に炒める。玉ねぎが透き通ってきたら、冷ましておいたじゃがいもを加え。 さらに適量のキャラウェイの種を加え、炒め合わせる。最後に適量の食塩と胡椒とで調味すれば完成である。ジャガイモは茹でずに揚げて使用したり、生のままフライパンで加熱する調理法もある。ピコー、スミス、アンドリュー F。 ファーストフードジャンクフード、P283、http コロンスラッシュスラッシュブックス .google.com スラッシュブックス、id=7wckk01a11cc& イコールピコグラムイコール p a 2832014年10月31日、閲覧。のせやすしさる、芋ドイツにはないジャーマンポテト。食べ物、新日本機構。日本経済新聞社。 2015年4月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年3月2日閲覧。A.B. シェリトン、ミミ、ザ・ジャーマン・クック・ブック、ランダム・ハウス、ニューヨーク、1966、P314、昇進2002、P60、昇進2002、P65、昇進2002、P66。ありがとうございます。